物理的にあり得る話、ありえない話、っていうか多分あると思うんですよ。怖いお話、不思議なお話にも。今回は、物理的にありえないのか。これはどうなんだっていうお話。基本は、見たもんじゃないと、ちょっとあまり信じられない。で、まあ、こういうお話で信じる信じないっていうのは、まあ、基本ないと思ってるんで、その人が話してくれたお話。それだから、そのまま話す。なおかつ、鳥さんが興味を持ったお話なんで、これは面白い、なおかつ奇妙だって、何があったんだろうっていうお話だった。職場の女の子、そこの実家が結構田舎にあるんですよ。その田舎で先日お盆休みに帰ったと。いつものように帰って、ただいまー、東京どうなの、ああ辛いわー、めんどくさいわ、だるいわーって、こんなお話をしてる。で、昼間にワンちゃんの散歩、犬を飼ってるんですね。近所の散歩、久しぶりに見る風景。こんな家できてるんだ。しばらく帰ってなかったもんだから、そういうものが全部新鮮に感じる。しばらく行くと、畑が出てくる。田んぼが出てくる。そこの犬、ワンちゃんが、急に立ち止まって、そこから先に行きたがらない。どうしたの？何があるの？ずーっと田んぼの方見てる。ふと変なものに気づいたってんですよ。かかし。かかしが、田んぼのど真ん中に立ってる。何が不思議だろうって、トイさんが聞いたら。いや、なんか、気味悪かったんですよ、そのかかし。服とか着てて、帽子かぶってて、まあ十字架みたいに、ね、手を広げて、立ってるんです。いや、かかしじゃん。何がそれ気持ち悪かったのか、わかんないんですよね。なんか、気味悪くて、で、うちの子も、その犬も、それに反応してるんかなと思って、抱っこして、その日は帰った。夜になって、夕飯の時、まあお仕事の話なんかいろいろしてて、上司はどういう人なの？ああ、バカでかい192センチの、男の方なんですけど、あ、そうなの？ってなんか、パワハラとかセクハラとかされてない？パワハラセクハラってより、いなくなっちゃうんですよね、その上司ね。鳥のことをそういうこと言うな、まったく。そんな冗談みたいな話をしてて、そういえばさ、裏の畑あるじゃん。どこ？斜め裏の田んぼがあるでしょ？あそこって、かかしって昔からあった？かかしはあそこで立ってるの見たことないね。カラスよけで CD みたいなものをぶら下げてくるんくるんやってるは見たことあるけど、かかし今日あってさーって、かかし。でも、立ったんじゃない？畑だからカラスとかね、いろいろ鳥とか来るから。あとはまあそういう害獣って言われてる動物も食べに来ちゃうから、それよけで立てたんじゃないかい。あ、そうなんだって。なんで？ってやっぱり言われた。なんか、かかしが一本だけ畑のど真ん中に立ってた。それが恐ろしく気持ち悪かった。まあ、久しぶりに見たからそういうなんかよくわかんない田舎のもんが不思議に見えたんじゃないの？そういう話になった。明くる日もうちにいて、ワンちゃんの散歩行く。今度は別ルートからずーっと回ってって、帰りにその田んぼの前を通る。かかしが、その歩く方。要はその初め見た時は、畑のど真ん中あたりに立ってたらしいんですよね。こっちに来てるって言うんですよ。なんでこっち来てるんだろうって。差し替えたのかな。その時は犬は何も反応しなかった。でも、見たらやっぱり気味が悪い。造形が多分気味が悪いっていう意味だと思うんですけど。家帰り、明くる日も散歩に行く。今度、ほんと自分が歩いてる道のすれすれまでに来てた。なんでこの差し替えるんだろう。
その時に犬がうなってる。どうしたんだい？うーって。普段怒るような犬じゃないみたいなんですよね。トリさん家にポンちゃんとかガルちゃんとかいう、そういうワンコロがいるんですけど、そう、人大好きって、うなることを知らないみたいな犬がいるんですよ。もう本当トリさん家みたいな犬で、怒ることをしないんですよ。それが歯むき出して怒ってるんです。やっぱり怖かったんでしょうね。うちに帰ってその話をして、あのカカシやっぱカカシだったわと。でもどん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 道端の方にどんどん来てる。お父さんが「カカシなんかなかったぞ」って帰りに見たけど、いやあったから普通に。お父さん、どっかと見間違えたかな？そんなお話してる。次の日、いつも通りお昼あたり、お昼過ぎぐらいに、ワンちゃんの散歩行く。家出たら、庭は結構そこのうち広いって言うんですよ。菜園なんかやってて。家の人が出てきた。お母さん、お父さん出てきた。何？これがリアルなのが、お父さんとお母さん、二人とも変なものを見たんですよ。その子含め、庭にそのかかしが立ってたって。変ないたずらなんじゃないかな。そこの畑の主というか、そこの人ですよね。主に電話して、以前そこでカカシが立ってて、それがうちの庭にあるんですけどって。すぐ向かいますね。何も否定も何も聞かれなかった。来て、すいません、すいませんって言って、あーなんて、よくわかんない、まごまごしてるみたいな感じ。何々さん、まあ、A さんとしましょう。A さんが、ここ持ってきたわけじゃないですよねって。違います、違います。ああ、これ、何やねん、しまっといたんだけどな。話を聞いたら、そのかかしが一人歩きするって。一人歩きするっていうのは勝手に動くんですか？ちょっと10年ぐらい前に建てたことがあったんだよ。その時も人様ん家にかかしが勝手に行っちゃって。 え？こんな反応になりますよね。え？もう何を話そう、分かんないんだよ。納屋に縛り付けといたんですよ。動くんですよ、このかかしと。ああ、でうちでも一回田畑燃やすことがあるんですけどって、その時に一緒に燃やそうと思ったら勝手に納屋の方に戻ってきて、納屋がぼや騒ぎになった。その原因が、その火がつきかけたかかしが納屋に戻ってた。誰かのいたずらで誰かがやってるんじゃないか。そうにしか未だに思えない。それがなんで来たのかわからない。その暮らし、そのスタジオの女の子の、お父さん、お母さん、同じもんをちゃんとその場で見てて、トリさんと話してる電話口に出て、ちょっとわかんないことなんですけどっていう話で来たんですよ。かかしが動くってありますかね？風で飛んできた。あんなことないですよね。木の棒か竹の棒で多分刺してあると思うんですけど、地面に。その子、そこの辺りに心霊スポットがあるかって聞いたんですよね。そしたら、心霊スポットっていうより、首切り場っていう場所があって、それって、それ何々のあれっていうやつ、ちょっと名称はちょっと伏せますけど、そしたら、あ、そうです。はん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 。あそこさ、すぐそばにさ、人の念が入ってるとか、そう言われてるね、お人形とかを供養するために納めてる神社があるでしょ？ありますね。って、そういう体の話からこっちに来ちゃってるわけじゃないよね。それ、やめてくださいよ、そういうの。っていうか、いや、調べてみてあるから、って。それはマジだ、と。本当だ。なんだろう、これ。物理的にありえない話。ね。
そんな、要は、自ら動かないものが勝手にどん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 こっちに来る。まあ、はたまたま自分の家の庭までに来ちゃう。で、なおかつそこの、管理してる、そこの主人もそれをあまり否定しないと。何なんでしょう。こんなお話をね、つい最近聞きまして。不思議だなぁと思って、怖えなぁと思って、お話にしました。ある、お盆時期。鳥さんの職場の女の子が実家に帰ったら、起きた、かかしが追ってくるお話です。